お話は以上です。怖かったら遠慮なくブルブルを使ってくださいね、よ。そんなドヤ顔されましても。おお、しずえさんになった。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーム時刻は2020年3月30日、月曜日の午後4時12分です。では、本日のお知らせです。ちゃんとなんか室内からなんやね。本日、アイナ島に新しくキャンプサイトがオープンしました。おー、やった。自然の美しさと人の優しさの両方に触れられるキャンプサイトは、アイナ島にぴったりですよね。きっと多くのお客様が訪れると思いますので、住民の皆さんも積極的に触れ合いをお楽しみください。ちなみに今回も記念のセレモニーが開催されますよ。時間と興味がある方は、案内者でさぬきちさんにご依頼くださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。了解です。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、それじゃあやっていきますか。とりあえずセレモニーしよう、セレモニー。ん？この子。え、あのレックスとかいうやつじゃないん。新しいキャラクター。ん？君はこの島の住民かな？俺の名はレックス。男の子なんやね。私あのハンナちゃんみたいな感じの女の子かと思いやった。あらゆる虫と虫の関節を愛してやまないリアル接触系アーティストだ。アーティスト、まあまあまあそういう感じやね。関節？あまたの島々を渡り歩きながら造形作品のモチーフとするにふさわしい運命の虫を探しているのさ。足の構造、外骨格の造形、まさに空が作りたもうた奇跡。他にあるというのか？虫を上回る素晴らしきものが。怖い怖い。いな、ない。ってわけで君さ、もし虫を捕まえたら俺に言ってくれないか？自慢じゃないけど俺、虫ゾーンの広さには自信があってね。どんな虫でも買い取り可能だから。ああ、それと別件なんだけど、もし俺の作品に興味があるなら、声をかけてくれ。作品って？あ、興味ある？聞いてくれるのか。生まれながらにして完璧な虫のフォルムは、まさに空が作りたもうた奇跡。もういいよ、それ。俺はこの虫の美しさを世の中に広く伝える使命を持って、造形作品制作活動をしてるんだ。造形作品って何？怖いんだけど何？虫の羽ちぎったりとか？まあ、わかりやすく言うと、虫の模型を作ってるんだけど、ああ、生きた虫が好きなわけではないのね、別に。みんなにもこの奇跡を感じてほしいから、制作は基本無料でやらせてもらってる。虫さえ持ってきてくれたら受け付けてるよ。あ、じゃあ、模型にして、虫を飾ることができるっていうことか。なるほどね。もし作品にしてほしい虫があるなら、同じ虫を3匹連れてきてくれ。なるほど。俺は祈っている。君が運命の虫と出会えるように。蝶々がいいな、模型にするなら。てかあれやね、一瞬虫捕り大会でもあるんかと思ったけど、そういう時以外にも普通に来るんや。でも見て、網のさ、ちょ、見えないんですけど、網のさ、部分にさ、これトゲ生えとる。ほら。へえ、面白、何しよんあれ。ね、なんかめっちゃ走りよんやけど。え、何しよんあれ。え、めっちゃ可愛くない？超走り回りよりよ。ね、何やってんの？はい、元気？あは。お話ししよう。あれやね、飛び盛りの時に比べてなんかこう、動きとかもめっちゃ増えたね、動物たちの。はぁ、さっきかなり歩いたし、もうお腹の中のあんみつは完全に消化されてるよね。あは、そのための運動？アンチョビは？いや、こんにちは、弟子。もう動きが可愛いんやけど、あられちゃんのキーンみたいな。世間話でも。アイラ島ってお散歩で一回りするとお腹がすくちょうどいい大きさだよね、弟子。そうなの？ちょうどいいっていうか結構広いと思うけどね。さあちょっとセレモニーを。お、アイナさん、どうもどうも。おかげさまでとってもいい感じのキャンプサイトが完成したなも。問い合わせや申し込みの連絡も早速来てるから、近いうちに実際のお客さんも来てくれるはずなんだもん。お客さんが来ている日にはキャンプサイトにテントが張られるから、アイナさんも気にしといてね。とにかく今日のところはキャンプサイトの営業は始められなかったけど、キャンプに来たお客さんにこの島の魅力が 200% 伝わるように、それまでの間、草むしりとか花や家具を飾り付けたりして、島の景観を整えてくれると嬉しいだもん。まあね、今までみたいにこう、家の中で外を表現せんでも、実際に外にいろいろ飾れるってことやもんね。めっちゃいいやん。さあ、セレモニーさせて。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だらもん？セレモニーに参加したい。お、アイナさん。セレモニーへの参加をご希望なんだもん。今ならキャンプサイトのオープンをお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだらもん？参加してくれるかな？もちろん参加します。は
いはい。じゃあ早速始めるから会場にご案内します。あれってかあれか、案内所の中にあのなんやっけ DIY のなんていうあれあの作れる場所なくなったことない、作業台か。ただいまよりキャンプサイトの完成セレモニーを取り行います。もう自分とこれだけやってねってことかな。ありがったらも、皆さんの絶え間ない協力によってこのアイナ島は素晴らしい発展を遂げているだろも。キャンプサイトができたことによってアイナ島は世間からより注目されることになると思うだも。お客さんと仲良くなれば移住を考えてくれることもあるだろうし、島が賑やかになること間違いなしだろも。みんなもキャンプサイトに足を運んでお客さんとどんどん交流してほしいだろも。イエーイ、かわいい子を呼びたい。次にキャンプサイトの建設に多大な貢献をしてくれたアイナさんに島民を代表して一言いただきたいだも。それではアイナさん、一言お願いするだろも。やったね、イエーイ。あそこしずえさんも参加するようになったよね。うんうん、本当にその通りだろも。アイナさんどうもありがとうだも。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだろも。あと記念写真を撮りたい人はシャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。手前の木が邪魔だな。キャンプサイト完成のお祝いと僕らのアイナ島のますますの発展を願いましてよー、パーン、良きかな。景色も良きかな。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。相変わらず走り回って遊んでるのね。さあそれじゃあちょっと、あ、まだできんのや。何日かかかるってことか。あ、てか今日からもしかして工事始まったの。虫、私虫を捕まえてレックスのところに持っていこうかなと思うんだけど。あれ？網壊れたんやったっけ？ないね。ないね。ちょっとそれじゃあ、DIY で。そして、しょぼい網を。はい、一つ作りまーす。イェイ！しょぼい網ができた。蝶がいいね、蝶が。まあ、その辺とビュールの基本的に蝶やけど。そういえばさ、バッタおらんくない？ねえ、全然バッタ見かけんよね。あ、なに？あ、どうも、ルーシー。リアクションをお教えしたいんだけど、お、やった！お教えしたいんですけど、今いいですか？では一つお話しさせてもらいますね。その日は肌寒さを感じる雨の日でした。まとわりつく空気がジメジメして気持ち悪いなぁと思ったその時、何そういう語りから始まるん。首筋にヒヤリとした感触が、勇気を振り絞って振り返ったら、部屋干しした生乾きの洗濯物が私の首に。怖くないぞ。お話は以上です。怖かったら遠慮なくブルブルを使ってくださいね。よ、そんなドヤ顔されましても。こういう感じで増えてくんやね。ってことは師匠はもういらんってことや。ブルブルなリアクションを教えてもらった。ガクガクブルブル。怖かはないけどな。生乾きの洗濯物。え、てか蝶々もおらんねえけど。どこ、蝶々。どの辺にいらっしゃいますか？え、全然おらんくね？あ、ちょ、ここも。もうあれやね、今作は、金のなる木が全然、珍しいものではなくなったわけだね。よいしょ。もう村の至るところにあるけん。こんだけあるんやったらね、定期的に、揺り落として、自分のポケットに、ポケット、財布の中に入れていったりとかしてっていいかも。だってまた次々出てくるやろ。あ。はっ。モンキチョウ。私、モンキチョウさ、あれか。寄贈してなかったんかな。ちょ、他。虫虫虫虫。虫虫。あ、あっちに。とりあえずモンキチョウ4匹捕まえようかな。で、1匹寄贈に持っていこう。多分逃がしたうちの1匹がモンキチョウやったような気がするんよね。あ、ちょっと待って。はっ。イエーイ。さあ、あと2匹だ。モンキモンキモンキチョウモンキチョウ。あれ何？何の虫？なんかめっちゃ歩きよる。ちょっと待って、上がる上がる。
あの虫は確実に捕まえていない虫。そしてなんだか気持ちが悪い。ちょっと待って。どこや？見えん。あ、おった。消えた、もしかして。消えたー。あの気持ち悪い虫は一体何だったの？何だったの？もう、はい。あ、よ。さあ、あと一匹、モンキチョウ。モンキチョウやー。おらんな。おらんな。あ、いた。イエイ。さあ、これでとりあえず、標本にしてもらおう。よし。びっくりした。私、カマキリ捕まえてなかったっけ、そういえば。鼻カマキリだけやったような気がする。よし。橋もいっぱい作りたいな。多分、あと2箇所ぐらいかな。さあ、レックス。おった。よ。所詮俺たちには虫のすべてを知ることなんてできないのさ。なぜなら虫たちはこの世界をはるかに高次元の意識で捉えているのだから。あ、すまない。どう？虫は見つかった？はい、作品を申し込みます。ごくり。なるほど。書くこと準備はできているみたいだね。では教えてくれ。どの虫の作品を手に入れたいのかを。はい、モンキッチョを。おお、モンキッチョ。これは燃える。作品作りのために3匹もらうけどいいか？お願いします。はい。ごくり。くく。わかるぞ。俺の魂は今、喜びの青い炎に包まれて燃え上がっている。作品が生まれたら郵送するよ。モンキチョウの奇跡、楽しみに待っていてくれ。あ、郵送とかそういう感じなんや。この場で渡してくれるんかと思った。その場でできるわけではないんやね。なるほど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、まあ、レックスがおる剣って、虫取り大会が始まるわけではないっていうことなんやね。亀山さんみたいに、イベントの時にしか来んのかと思った剣、日常的に来るとは思わんかった。